レディーファイト。おい、眠たそうな顔してるやつ、今から上げるから覚悟してみんな上がれよ。よ、2回戦だけど調子上がってる。俺のスキルなら調子上がってる。そういうとこまずは勝ってるからガチめ、しっかり勝ってくる。そういう感覚でワンデブ、今日やっていつだってビーツとランデブ、いつだってラップを俺に気づかんでる。超仕上がってるやつが観客に調子なんか聞くねえマッファーカー。今日やりてえことが違え、ヒップホップ客に準備させなくてもオリジナルのバースで首振らすんだよ。分かっちゃねえやり方、これがヒップホップ。お前は客の方にばっか首を向いてる。俺はやってる目線は一直線、やってる方向線が間違ってる。ヒップホップに興味ねえんだよ。首振らせとか言う割に首が振ってねえ。そういうとこしっかり俺は地雷の雨を食らって、楽しむだけあんたにできるの上手にラップ。バック MC ならお口にチャック。そういうとこしっかりまずは韻を踏む。その土俵に立ててないあんたはすでに土俵際だよ。関係ねえ俺だってこのまま関係性、形勢を逆転してアイラムは関係性。よーよー、土俵際で勝ったと思ってんのかよ。ラップも野球も2アウトから始まんだよ。分かっちゃねえな、これが本当のヒップホップ。ビートのいい波に乗っても大人の言いなりにはならねえんだよ。今日それが俺のやり方、ここまで来たからには俺のオリジナルカラーを見せてるはずさ。やりに来てる東京、高等から上げに来てるバックナンバー、よろしくどうぞ。先行カッパ高校爪、レディーファイト。 Yeah、ナイスのビートかましてるし、バトル前に挨拶もしてくれる。めちゃめちゃいい人そうだからディスるぞ。こんなんじゃ何もない、ただ音乗りからまた大変。この場所大腹、またこの初対面でもかましたい。新たなライムぶっ飛ばすタイプ、この場所でまた見せてくスタイル。 Hey! ド派手にかまそうか、誰の神話だか知らねえが争うか。手を上げな、ぶっちゃ変ざ、みんな声出し上げな、住みやすさえてめちゃくちゃ噛んだぜ。けどもお前と会えてあっちは嬉しいぜ。相対する言葉の中お前大好きだぜ。Yeah、ワンバース目まだしか聞いてないから大好きなんで、そんなもんはダメ。簡単に人を好きって言うやつは後で女に騙されるぜ。絶対ダメ、そこら辺は、いやそこら辺はちゃんとしないと。 Yeah、 確かにそのあなたのいい人が新たな悪い人によって掴まれる、それはやめてくれ。 Hey、 確かに女に騙されたことあります。最悪なんで、あなたいい人だけどあなたの方が女に騙されそう。この人なんかお金あんまってそうだから、バイト代とか全部女に使えそう。ぶちゃ変だ、みんな声上げな。先行ゼットン高校おにぎり、レディーファイト。今日いい人間性してるぜ、かっこいいと思うけど大人としてはどうかなって思うかもしんねえ。それを聖書生かしてる現状、あんまヒップホップはリリックの上のペンスを。今日言われてるだけの話、ラッパーとして人間として俺はそれを提示してきてる。あんたの真っ白な T シャツもシミがつけて味ができた頃にいいラッパーになるんじゃねえのかよ。確かどこでついたかわからんが、でもお前がそう思ってんだそれは確か。だから俺は言ってやるぜ、オリジナルジャパニーズロコユニティやってきました。オールドルーキー呼んでみました。お昼の空気もちろんタモリ、司会はあの人、表現用ラップのワン。よー、あんたはアルコール消毒で自分に酔ってんじゃねえのか。それをまあパーが言ってくだけだぜ。俺は自分に酔っちゃいねえ、夢までの放物線、あんたとの交流線、やりに来た昇竜拳みたいなもんだぜ。俺は感覚、まずはこれをレクチャー、真っ白からやりに来てる。あんたがお昼の時間なんか言ってもブラックなミュージックは明るい場所でも見えんだよ。アルコールだよもちろん、だけどこれをアンコールしてきたんだよ。でもこれはよ、俺はもしかしたらドーピングだけど、このオリンピックの問題がいろいろあるからよ、パンデミックかもしれないけども俺はヒステリックになってんだよ。これから生きるしかねえから俺はやってるしかない。ここはラップは間違いかもしれないけど俺にも参加させてくれ。参加する権利がオリンピックにあるんだろ。五輪の前よりも一輪の花を超えた。いきます、レディーファイト。いや卑怯かもしれないけど俺この人知ってる。前回の戦国学園無数なんかあれ年齢無制限の方でベスト8取ってたし、普通に MRT フライデーの決勝でやってたしでしょ。しかもこの人経験に勝ってるから初心者一目で楽しいっすか。いや完全ならあのくだりここで生きてても何の価値もない。めちゃくちゃ楽しいよ、お前みたいなやつがいてくれて嬉しいよ。ただそれだけ、俺はいつでも下積み期間、見え張ってついた嘘もリアルにしちゃうスタンス。
分かってるかよ。いろんなところに土台を重ねないとフラットになれない。いやでも俺だってお前に言葉を送ろう。音程はフラッターが人生は抑揚。いや人生は抑揚それは分かってるけど、いや確かにそれ下積み経験でやっとベスト8まで行けたんだからこっちまで下がってくんだって。いやだからそこを言いたいんだって俺は。いや Wi-Fi、 いやこの場所 Wi-Fi 通信制限とか通ってないけど Wi-Fi なら見えない空気人間みたいなもんになってる絶対無名人間。俺の方が淀んでるヒップホップ見せてくぜ。じゃあお前が俺のことを倒せばもっと有名になるかもしれねえじゃねえかよ。ただそれだけだよ。通信制限何回俺同じこと言われたと思ってんだよ。通じねえぜ。いやまあそういうとこだぜ。いやまあそれでも俺は 4G か 5G なんてものはない。俺はカンプリアンドラップピース、それとパイ釣りが大好きです。先行カッパ高校を逃げていきます。行きましょう。レディーファイト。いやあんたの人の良さ知ってるぜ。見た目は確かにヤバいかもしれない。確かに見た目ゴミみたいだけどおにぎり、あんたの中身コシヒカリ波に引っ張ってる。ヤバい人間知ってるからこそ受け取っていくぜ。タロマのワンボイススパイス鷹の目よそれぐらいのもんだぜ。俺本当に避けてお前をあげたかった手をだけどもあげられなかったぜ。俺はお前と対等に戦いたかったからな。初めての経験けど何が経験、初体験。あの16歳のことを思い出してお前と今のラップバトル奥まで入れたのか。でももっと早いで行ってたのか。よそれだけじゃダメ、俺は音で合いがせるヒップホップだぜ。なぜ当たり前のことだけだからこそやっているだけだぜ。確かにまた緊張でガチガチ、でも頭の中で進化ガチガチ、また音乗りなんて知れ、ただただストレートでぶつけてくだけ。ごめんなお前が相手と思ったんだけどよ、あの日やった女の子頭によぎってしょうがねえんだよ。その相手とは音信不通、今俺生きてる感じがまるで普通だけどもなんか苦痛と思ってねえんだよ。生きがい感じてんだよこのマイクロフォン一本で、この二本で行くぞフェイヨって言ってたあの人今日どこ行った。いややっぱあんたかっけ、仕事なくなったかもしんねえ、ヒップホップを仕事にしてくれ。いや俺はそれを思ってるから、俺はヒップホップそれで金を稼いで生きていてからこそまたこの場所こそビル並みに抱えて神様勝たせてお願い。何でもして俺ただ自分のスキルでぶつけてゆくだけ。ごめんなこのブランド知らねえんだ、俺が生きてきたのはブッダブランドだけなんだわ。だから言っとくわ、俺は俺のアクターの休日を過ごさせてくれてありがとうな。最近もうお前に言葉がねえとは言わない、最後まで俺は駆け抜ける、そしてあそこチンチンが抜ける。3でいきます。はい、じゃあ僕は今言えないんで皆さんがレディーファイって言ってもらってもいいですか。はい、お願いします。じゃあお願いします、レディーファイってください。お願いします。俺の頭に言葉がね、ここまで来るって思ってたからね、思ってなかったからね。だけども辞書の1ページにするのは愛しかない。だから俺は伝えたいこともないけどふらふら渋谷を散歩だけど一歩一歩進んできたからここにたどり着けたから、まずは1ステージ行こう。いやおにぎりマジかっけえじゃん、本当に1ステージなんかいらねえよ、バトルしようぜ。かかってこいよ、おいおにぎり一緒に仲いいんだぜ、セーフに。や本当にふざけんじゃねえよ、コロナウイルス MR でも残っちまったし、いろんな人をぶち壊しちまった。だけどお前らに記憶残してやるよ、今日が一番最高だったんだよ。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、人知れずやってきた。中身はあなたが好きな夢か鮭かおかかかレッドのバーガー。いやマジ焼けてんじゃん、本当に長いことやるからこういうやつも出てくるもんだね。いや俺も10年前サイファーから始まったんだ、今じゃ MC 用のステップも出てるよ。俺はラッパーやめた、だけど主催者こういうやつ思ったかもしれねえ。あんた本戦に来いよ、もっとバトル来いよ、みんなこいつすげえだろ、こいつのいい手をつけてやれ。お前のことなの知らねえよ、当ててやる背中指、お前のことなの知らねえけどみんなで食べるぜ親指。明日があるならいい、明日があるならいい、明日があるならいい、みんな言えよ。いやマジで明日本当に素晴らしいになってほしい、ここの全員本当に素晴らしいと思ってる。マジで酒飲んだら多分泣いてしまうんですけどこの状態。でもなマジでお前ら好きだよ本当に。
本当に DJ うよついきビガム、ここで購入ビット持ってくれて、こういうとね協力してくれてマジで安心、みんな本当にありがとう。だけど絶対手洗いはしなよ。じゃあ判定の方うよくんにやってもらいましょうか。うよくん、じゃあ判定お願いします。お願いします、はい、お願いします。判定 おにぎりと俺で先行、おにぎり先行。あ、いやとんでもねえやつ出たな、マジで。マジで半端やな。じゃあ、初めてだわ、これ。はい、判定いきます。先行おにぎり、高校 MC 正社員、勝者おにぎり。全国大会初心ステージ優勝はおにぎり、おめでとうございます。マジ半端ない、ライブだった、ほとんどライブだった。